今の季節水やりは1日何回ぐらいですか？1日1回やる時もあるし、ひどいやりだけもあるし、ひどいやりっていうのは多いですね。乾きがっていうのは乾きがまちまちだから、毎日やってるから、どれが乾いてどれが乾かないかわかるんです。ああそう、結構やっぱり今の季節雑木は乾きやすいですか？雑木はそんなに乾かないんだけど、今の季節になると正月が乾きが多くなってるね。雑木に比べて正月の方が乾き、取り木をやってるからやっぱり上がってやるんですね。そう、上にこれが水虫がついてるから、もっと上が上がらないか、ここだけは。上の取り木をかけてある、水苔のところに水がかかんないと、上が枯れちゃうんで、結構難しいんです。取り木のところにも水が入るように水をやらないとダメですもんね。